皆さん、皆さんこんにちは。はい、99% の凡人ができる秋シリーズの長村さん。はい、カムバックしました、カムバック、うん、でもちょっと腰痛いんで、ちょっと今日はなるべく控えめにやろうかと。というわけでね、さっきちょっと試してみたんだけどね、うん、なかなかやっぱかばってるね、うん、っていうかもう意識化じゃなくて無意識化でかばってる、これは、うん、かばってるね、うん、そう、だからね、皆さんのお待ちになってる長村さんのとことかる気が見えないのあれが見えないのがちょっと残念だね、しばらくは。今日無理やるやったら俺また行っちゃうから絶対行かないよね、あれやったら、うん、無理とことことこ、武器そのままもうこの形から戻りませんみたいな。いや、とことこじゃなくて行った瞬間にグッと曲がった瞬間にバキッ、あっってこのままもう動かなくなるから、ね、まあ広い言い方で言うとぎっくり腰、広い言い方、うん、でもね、正確に言うと肉離れ。しかもインナーマッスルの肉離れ、インナーマッスルやっちゃったらしい、インナーマッスルの肉離れだとね、相当だよな、まあ、肉離れ経験あっては。いや、痛かった。でも俺肉離れだと全治2ヶ月ぐらいかかったよ。痛かったあれやった時、まあ乗りとけば、うん、というわけでね、今日はあのリハビリを兼ねて、うん、あのちょっと緩くなんか検証しながら、病人でもこれこ病人にマイキューとかなんじゃそりゃなんじゃそりゃ、健康体じゃない人でマイキューとかちょっと検証しながら、ひどいひどいなやってみましょう。また壊されるぞこれは何かさっき、とりあえずまずあれで、あの抜き屋ちゃんのパターンかなっていう、あそこね、そんなに抜き屋にできるか、じゃあ1、2、2号でいくか、近いですね、すごい、はい、あ、4人でも抜き合いじゃん、なるほど、じゃあ今度は俺も来るよ俺さ、逆に座ってて逆パターン抜き合い、抜き合い気ならない、上げ合い気みたいな、違う違う、抜き下げ怖い、これ怖い、ちょっとやらせてよ、ね、え、もう上げる、上げるこうガッカーン上がるじゃん、とりあえずあれだね、本気やってんだけど、腰怪我しててもそこ、うん、上げてすぎた、下げないでくると思ったらすげえと思いよ、そうでしょ、こんなんなっちゃうびっくりした、好きなのってみる、どっちやるか教えないか、もう教えないで、もうそのまま反応するかしないか、いくよあれするそんなやってくれないけどなこっちの方が楽、下が分、足使えるから、シュシュって足使えるからひどい、とりあえず、はい、皆さんこれ全部嘘でーす、あ、違うんだけどな、抜きはいけそうだね、腰大丈夫、ちょっと待って、ちょっと待って来たよ、防御反応来た、防御反応だじゃあ次に、うん、ね、背景上げさっきやったんで、なるほどもう取らせた普通に背景上げや、うん、この子は普通にかかるからね、元気だから。これいいな。今回の場合は私は軽く腰が痛いからね。ちょっとあんまり詰めてる、はぁーっていうのはね、やめろ、もう失礼した、あ、分かるやっぱ分かるよ、押さなくていいと思う、音押したの、これ押しちゃう、押したくせやね、ひこうわっ足固まったかけてるけど、じゃあ俺かけてみます、こうしたら面白いよね、あの絶妙のタイミングで落とさない
そう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 。俺も固まってて俺も俺も一緒になって今カーって固まって腎臓が痛いとか肝臓が痛いとか胃がおかしいとかじゃないケガに、ケガにインナーマッスルのケガ普通しないけどね何やったらそんな大変何筋多分ね、背筋の一部と左側の背筋の一部その奥の背筋、脊柱起立筋じゃなくていやじゃないと思うな腰に出すのだよ、脊柱起立筋多分ね、横隔膜の下あたりから、この腰骨の中を通って触れる診断できるってやったと思うあ、できるよここ、ここもう触っても大丈夫ちょ、もっとここからさ、ここからさ下に行くやつあるじゃん、これの中あー、プラスアルファ、プラスアルファ左側にすごい負荷だったから、この後輩筋のところの一部がブチェッていったんです。で中と一緒に、中のこの筋肉、この表の筋肉。それ絶対さ、いやこれかっこなわけない。いやいやいや、これやった瞬間に俺やる、俺その瞬間もダメだった。かっこなわけないよ、そんな状態で。そりゃ、避けるわ。体避けるわ。まあ、でも相手上げで、ね、緩くやってもできるゆるくやってもかかる、全然かかる、ね、ちょっと触れなきゃ効きは弱いけどさ、うん、まあでもかかと持ってるもんね途中まではかかるのよ、うん、だってさ、普通に効かなかったらこうなるもんね、うん、固めてもこうやって固めるけどさ一応さ、これさ上がってるかかとが上がってるからね、うん、かかってはいるだけど上がってる、うん書けるのも、まあ、この間の座ってからまあ、水害はいい水害はいい多分ね、多少やってみるよねこういうのになるちょっとじゃあ泡立つ感じ多分両方多分一緒だもん重要なこと言ってるよね、うん、なんでかかんないかっていう考えもね、うん、これはね、ちょっとねちょっと皆さん、中村さんのこれを期待してた人はちょっとね、まあ、あと、完治まではだって教えたいじゃんかないや、でもね、その後にまた俺同じようなことやってるからそれに負荷をまたかけてるから、俺思いっきり今すごい世界中のみんなは待ち焦がれてるのにこれもう少々お待ちくださいまだ動けるよはい、というわけで今日はゆるくゆるく、まあ、病人怪我に、まあ、体に不調が与えて悪い人ゆるくやってもかかるじゃないですか一応かかるね、最初かかんないときどうしてもかと思ったけど、まあ、改めてやってみるとまあかかるかかるかかる、まあ、どんな技かかるかちょっといろいろ考えたらいいねって感じ、まあ、抜きは普通にかかるね揚げちょっと斬新だったもん揚げ面白い急にやらないでほしい揚げは面白いわあれ揚げちゃうのはどんちあれ重いねちょっと技に入れてみようかないやあれやってみたら面白いと思うよあれの方が簡単あまあ膝使えるからね膝の腰まあ駅揚げも普通に上がったしねそういった意味じゃまあ、うん、というわけででもはっきり言えることまあ腰やってる時は駅先危険だね絶対ダメだ合気技全部が危険だと思う俺、うんうん、あのとりあえずもうちょっと頑張って、ま、待って、うん、中村さんのとことか歩きてまた復帰するので、うんうん、お待ちください。